俺だこんにちは。神田です。今日はですね、えー、レノファの守備について、まあお話ししていこうかなと。それと、えー、土曜日ですかね。アウェー、琉球戦についても、えー、触れていこうかなと思っております。 ま、守備に関しては、まあ、レノファは、まあ、去年と比べて、まあ、中盤の枚数が1枚多いシステム。まあ、442で、えー、戦いましたが、まあ、1枚ね、中盤が増えたからって、まあ、何が変わるのか、と思われる方もいると思うんですけども、まあ、去年のね、レノファのシステムが433。 今回がね、4、4、2なので、まあ中盤が1枚、えー、増えてるということなんですけども、まあ神田がね、見る限りでは、まあ守備の時は、えー、あ、今回青がですね、えー、レノファです。赤が、えー、次節対戦する琉球です。えー、ツートップは、こう、マイプレをかけていくんですけども、両サイド、 ハーフがですね、えー、結構ぐーって、中に絞って、えー、守備をしてきます。で、それはなぜかというと、この時点、ホーバックに対して、えー、数的同数を作るのがね、おそらく目的なんじゃないのかなと。 レノハは数的同数を守備の場面でどう作るのか。それを考えながら守備をしてるんじゃないのかなと。まあちょっと開幕戦をね、見た限りなので、まぁなんとも言えないんですけども、神田がまあ見る限りではそうなんじゃないのかなと。こうすることによって、相手を しっかり相手陣地の前できっちりはめてしまおうというね、作戦をしてるんじゃないのかなと。センターバックがボールを持った時点で数的同数なので、パスをね、出す相手がいないんですよね。なんか多分ツートップは絞ってくると思うので、なかなかここに、 出しづらいと思うんですよね。出したら多分、ここのラインが、レノファ、ラインを上げてくると思うので、多分ここ、インターセプトを狙ってると思うんですよね。で、そうすると、何が起こるかというと、もう、相手のディフェンスラインは、仕方なしに、ロングフィードを蹴るしかないという状況が起こり、 ですけども、そこでロングフィードを蹴ったとしても、レノファは後ろに、6人もいるので、たとえ、競り負けたとしても、いい距離感を保ってるので、セカンドボールの回収ができるという。これをね、おそらく狙ってるんじゃないのかなと。で、もう一つ、もう一つの決まりごとは、 おそらく、相手のディフェンスラインが横パスした瞬間、このツートップは、もう前プレがゴーだと思います。松本山川戦では、そういった状況にもなって、前プレーを言ってたので、まあ松本山川の時は、え3バックですけども、多分佐藤和弘選手が落ちてきて、なんて言ったらいいのかな 4ダウンって言ったらいいのかなまあ、4バックみたいな形になるのかなそうなって横パスに押した瞬間、もうゴーサインでライン上げてたので、これがね、多分一つの決まり事なんじゃないのかなと、えー、思っております。だから去年と違うところが、えー、むやみに前プレイに行かない。 しっかり数的同数を作れる状況になったら、おそらくマイプレが5それが作れない場合は、しっかり、この、えー、スリーラインでしっかりラインを保って、ゾーンで守る。それをね、多分、えー、渡辺監督は狙ってやってるんじゃないのかなと思っております。 琉球は、まあ、岩田戦では、4-2-3-1だったので、まあ、おそらく、えー、変更なしで来ると思いますし、先発もね、えー、そのまま、入れ替えずに来るんじゃないのかなと。で、琉球の、えー、攻撃は、もう、シンプルに、中からサイドに展開して、えー、シンプルにクロスを上げてくる。まあ、それがね、結構、 えー、岩田線ではあったので、まあ、ボランチから、えー、トップ下に当てて、もうすぐはたいて、まあ、この時点で、この両サイドは高い位置取るんですけどね。高い位置取ってたのを見て、瞬間入れて、もうね、結構この辺から、クロスを上げてくるか、もしくは中にドリブルしてきての、 クロスを上げるっていうのが、えー、琉球のパターンでもあるので、まあ、レノファは、まあ、どうやって守るかというと、サイドに出た瞬間、もうここでサンドっすよね、サイドの。ここで数的優位を作って、えー、しっかりボールをダッシュ。まあ、それがね、やっぱり、えー、大事なんじゃないのかなと。 で、あとは、もしカウンター、えー、レノハンのサイドが上がってカウンター食らったとしても、もう中にバックっすよね。もうみんな。レノハン選手中にバックして、しっかり中を固めてたら、まあ、そんなにね、やられることはないと思うので、そこはね、えー、石統一をしっかり測って、もう人数少ないときは、もう中にバック。で、 数的優位を作れるんであれば、しっかりサイドで3度。これはね、徹底してやった方がいいんじゃないのかなと思っております。で、攻撃は、えー、中盤のサイドが、琉球は、結構、ここのスペースが空いてるので、 そこのね、サイドをついて、クロスを上げて、攻撃するのがね、いいと思います。それか、まあ、この間の動画でも言ったんですけども、ボランチがちょっと下がってきて、食いつかせての、数的優位作っての、もしここで食いつきがないんであれば、ここの選手の、 ボランチの選手が前向いて、フォワードの選手がちょっと顔出して、一発でね、ここ一発、縦くさびを当てて通して、フォワードの選手、レノファの、もう前向きで向けた瞬間、もうね、えーゴールまで、最短ルートでぶっちぎったら、 チャンスあるんじゃないのかなと思うので、できれば、ここの本当、サイドをうまくついて、本当にシンプルに、縦一本、ここのくさびのパスを当てれれば、本当にチャンスがあるんじゃないのかなと思いますので、あとは、本当に、 訪れるチャンスをものにできるかどうかで勝利をたぐり寄せれると思いますので、まあ、琉球はですね、開幕勝利をして勢いがあると思うんですけども、レノファはアウェイなので、えー、冷静に入り、えー、試合ね、展開を注意しながら、えー、進めていってほしいと思います。 今回がね、リモート観戦になると思いますが、しっかりね、えー、応援していきたいと思います。本日もね、長い動画になりましたが、最後まで見ていただきありがとうございました。それでは、また